まあ、これはそちらからの流れみたいなものなんですけども、やはりですね、世界を薬漬けにすると、この世界をというところがポイントですね。やはりその世界を薬漬けにする、単に個人薬漬けにするだけじゃないです。世界を薬漬けにする、じゃあどうしたら世界を薬漬けにできるのかってことを彼らは常に考えますね。どうするかって、皆さん自分で薬代払ってないですよね。薬飲んでない方は薬代払ってないと思いますよね。残念ながら払っておられます。なんで健康保険料って名前のもとで皆さんは薬代を払ってます。実際患者さんっていうのは3割の負担、あるいはまあ保険の種類によっては5割の負担というようなことが原則です。しかしでもその後の残りの5割7割あるいは、高齢者医療の場合だと、ね、9割とか、ね、いろいろありますけども、その額っていうのは皆さんの保険料、まあ、私たちが、所得から稼いだ給料から天引きされているあの保険料の中に入ってるわけです。ですから皆さんは知らず知らずのうちに薬代を払って、その皆さんが払ったお金は患者さんを、ね、運び屋として医療機関あるいは製薬会社の金庫の中に入るっていう仕組みの中にもすでにいらっしゃいます。ですからすでにもう私たちは薬漬けなんです。薬を飲んで、自分が飲んでなくてもそのお金というものに関しては薬漬けをのもう状態なんです。皆さんがいらない、あんな薬はいらないんだよって、あんな薬っていうのは不要で絶対人間にとって絶対必要ないんだよっていうことは皆さんが言い出したとしたら、皆さんの健康保険料は格段に安くなります。例えばですよ、向精神薬の新薬ってやっぱり薬価が非常に高いです。1錠わずか3、ね、たった1つが300円とかしちゃう、ね、それを1日4錠だ5錠だ平気で飲んでると、まあ僕らのねやっぱり世の中で1日80錠飲んでる人とかね、そんなような事例、とんでもない事例もありますけども、まあ、そういったもので1人当たりにつき1人は薬代だけで、まあ、例えば1日1000円とか、もうなんか食事1回分がかかってると、でそれは全部その売り上げっていうのは全部製薬会社に行くけど、でも7割700円分は皆さん我々が払ったものなんですよ。それがね1000円なくなったらどんどん減っていくのは当たり前じゃないですかと。でも彼らはそういったことをさせないようにするために健康保険料をどんどん上げる。そのために何が必要かって言ったら、ね、病気がどんどん流行っててこのまま放っといたら皆さん大変ですよって、皆さんが今度そのなるかもしれませんよって常に脅しがかけられます。そうすると皆さんはじゃあ健康保険料だったらしょうがないよねって払うんですよ。これがまさに罠になります。そしてこういった形の中で、まあこれはアメリカですけども、地域 の精神保険の予算とかどんどん予算をね、みんな今度は税金ですよ、我々が払った税金の中から、いやもっとメンタルヘルスの問題早く取り組まなくちゃいけないよねとか、ね、早くストレスチェックやらなくちゃいけないよねとか言って、どんどん皆さんの税金が今度予算って形になる。あるいは、ね、税金じゃ足んないんで今国債たくさん発行して、今我々僕なんか借金してるわけですよ、ね、借金しながら、ね、こういったところに当てている。でこういったお金はじゃあ本当にその利用している人たち の生活にのためなんですかって、違うんです。患者さんやそういった生活保護を受けている方々を経由して金融、そのお金っていうのは基本的に医療機関か製薬会社、そういったところに回っていく仕組みなんです。これが今の健康保険あるいは、いわゆるその社会福祉のに関連する予算の流れです。広く国民からお金を吸い上げといて、それを全部、医療機関や製薬会社の金庫に回す仕組み、これがまさに健康保険制度であり、あるいは社会保障のための税金の流れであるということなんです。まあ、そういった仕組みを製薬会社とか、精神医学と、一緒になって結託して、作り上げて、いかに、ね、早く対応しないとまずいぞとか、そういったものをこうクローズアップ、そこにメディアが絡んでくるわけですね。いろんな広告をしたりとか、広報企業、まあ、こうメディアですね、新聞だとかいろいろありますけど、そういったものを使って危ないぞ危ないぞ危険だぞこんなに危ないぞって脅して、そしてじゃあしょうがないよねこの世って言っていうふうにされて、結局のところどういうことが起きるかって言ったら、どんどん薬の売り上げは増えていく。そして潤うのは一部のそういった製薬会社とかあるいは医療機関だけですよということなんです。皆さんがすでにその中にもいらっしゃいます。僕自身も言います。でもこれどうにかしないと本当にね、皆さんがね、例えば月20万円30万円稼いだ中で、ね、いやもう10万円はもう天引きしますよなんて時代になっちゃう、本当来ますよこれ、うん、
今のまんま行ったら、ね、そういった風にならないようにするためにも本当の意味でちゃんと仕組みを知っておくということはものすごい大事なことです。でもその起源、その源になっているのは何かって言ったら精神医学と呼ばれている医学でも何でもない人を支配するための実践であるということ、これをぜひ知っておいてください。ありがとうございます。